はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナルスバルインプレッサ 22BSTI バージョンを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはトミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナルのスバルインプレッサ 22BSTI バージョンです。ボディカラーの方はブラックのソリッドだね。すごく光沢のある深みのあるブラックになってます。でフロントの方から見ていくとこんな感じだね。中央の部分にはスバルのロゴがプリントされてます。ヘッドライトの部分はクリアパーツだね。この辺りにも STI ってプリントがしっかりされてます。でやっぱりトミカプレミアムらしくグリル周りも細かい作りだね。でボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。しっかりとボンネットの辺りのダクトの部分も作られてるね。でこのままルーフの方を見ていくとこんな感じだね。やっぱり車内のレッドのシートがちょっと目についてくるね。で助手席側を見ていくとこんな感じだね。やっぱりこのホイールのゴールドの部分がすごくアクセントになっててかっこいいね。リアウィングの部分もかっこいいです。でウインカーのあたりはオレンジで塗装がされてるんだね。で後ろの方を見ていくとこんな感じだね。ナンバープレートのところには 22BSTI ってプリントがされてるね。でこの辺りにもしっかりプリントがされてます。でテールランプの部分はレッドとシルバーの塗装になってるね。マフラーの部分もしっかりとシルバーで塗装がされててかっこいいです。で運転席側を見ていくとこんな感じだね。基本的に助手席側と同じデザインになってます。で上の方を見ていくとこの部分だね。すごくリアウィングの部分がかっこいいね。で上の方から見ていくとこんな感じになってます。内装の部分はこんな感じだね。レッドとブラックのコンビのバケットシートがかっこいいね。でよく見ていくとこのリアシートの部分もレッドとブラックのシートになってるんだね。このレッドがアクセントになってすごくかっこいい一台だと思います。でタイヤの部分はサスペンションがついてます。やっぱりこれ何回見てもこのゴールドのホイールはかっこいいね。でそれ以外のアクションの部分は特にドアの開閉ギミックとかはないね。で後ろの方を見ていくとスバルインプレッサ 22BSTI バージョン2015年のシャーシーになってます。やっぱりこうやって見ていくとブラックのボディカラーにこのゴールドと内装のレッドがすごく似合ってるね。ボディカラーのブラックの部分も深みのあるブラックですごくかっこいいです。箱の方は正面のパッケージにインプレッサのイラストはね、この部分にタカラトミーモールオリジナルのプリントがされてます。で側面の方はこんな感じだね。で後ろの方はこんな感じになってます。はい、今日はトミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナルスバルインプレッサ 22BSTI バージョンを紹介しました。やっぱりトミカプレミアムらしくホイールのデザインとか内装のデザインはすごくかっこいいね。だけど一番良かったのはボディのブラックかな。ツヤ消しのマットな感じのボディカラーもかっこいいんだけど、こういった深みのあるツヤのあるタイプのブラックもかっこいいね。フロント周りの作りもすごく細かくてかっこよかったです。でこのモデルはタカラトミーモールオリジナルのボディカラーだけど、通常ラインナップ品の方でも発売されてたね。確かボディカラーはブルーだったと思うけど、そろそろそのブルーのボディカラーの方は廃盤になる時期が近づいてきたかな。廃盤の時期が近づくと入手がしづらくなるので早めにチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。